豊かな自然と独特の文化を誇る長崎県。その風土から様々な工芸品やグルメが生まれてきました。九州沖縄には全国的に評価されている名産品、特産品がたくさんあります。 Amazon 日本ストアを通して九州沖縄の素晴らしい商品を応援させていただけることを大変嬉しく思います。 Amazon 日本ストアには地域に根ざした生産者が作る伝統、技術、アイデアが詰まっています。その中から県内の名品をご紹介する、それがピント地元応援団です。生産者が思いを込めて作った日本の名品に光を当てているアマゾン日本ストア。ピントでは月に1回、そんなアマゾン日本ストアに掲載されている商品の中から九州沖縄の名産品を県内のものを中心にご紹介しています。今回ご紹介するのは長崎の名酒紀の川です。地元の料理に合うお酒を目指し酒造りを行うお酒の紀の川。その歴史は古く、天保10年1839年東園木町で誕生しました。その後原料となるより良い米を求め、県内最大の米どころ諫早市へ酒蔵を移動。昭和55年県内の長寿屋醸造、黎明酒造、雲仙酒造、佐賀県の呉竹酒造の4つの蔵が合併し紀の川が誕生しました。私、紀の川酒造のお酒はよく飲むんですが、ギャラリーにお邪魔するのは初めてです。お邪魔します。どうぞいらっしゃいませ。今日はよろしくお願いします。こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。5代目の瀬藤慎介さんです。ギャラリーには以前使用していた看板や酒造りの道具など珍しいものが置かれています。今年で184歳になります。うわあ、もう200年近くも、はい、弊社がブランドアイデンティティとしてよか人とよか酒を育む酒蔵という、これを社内の一つのこうルールにしてるんですけれども、あんたたちはまあよか人ねとか、あんたんとこの酒はよか酒やねっていうふうに、地元の方にですねずっと言っていただけるように真摯に頑張っていこうということで、こういうことを大事にしております。ここの先にですね、お酒作りに最も欠かせない原料のですね、はい、田んぼで、こちらで山田錦を栽培しております。この田んぼの前に、はい、四季折々って書いてますけど、こちらはですね地元の方たちと一緒に山田錦を植えようということで、1年通じてですね、はい、酒米を育てるところからこの酒造りまでを体験していただけるという田んぼで、お酒造りを通じて四季をですね、はい、味わっていただきたいなと思います。素敵な言葉です。ありがとうございます。水もやはり地元の、この土地のですね地下水、そして流れる水をですね田んぼに使わせていただいておりますので、お酒もその方がですね非常にこう滑らかに味わいがなりますので、そういった工夫でやっております。続いて酒蔵を案内していただきました。歴史を感じる趣のある作りになっています。蔵には先代の名前がついています。設計は島原の子守唄を作った郷土史家でもある宮崎光平氏によるものです。これはですね、明日仕込みに使うお米をですね、洗いまして、はい、今洗った後にですね保管をしておる、お米の状態でございます。ふわふわしてそうな。そうですね、白いですね、はい、これはもう水を吸った後の、状態のお米なので、はい、蒸気で蒸し上がる準備が整った状況が、この水を吸った状態のこの真っ白なお米になります。私たちが使うお酒用の原料米っていうのは、はい、少なくとも外側はやっぱ 30% 以上磨いてまして、特にこのお米はですね、約半分までお米を磨いてまして、一番こうベストの状態までお水を吸わせるというですね。こちらのお米も今回ご紹介する特別純米酒に使われているんですか？そうですね、こちらのお米を蒸して特別純米酒が出来上がっていきます。非常にすっきりして旨味もあってですね、ぜひ飲んでいただきたいです。
こちらが特別純米酒、紀の川。はい、そうでございます。わあ、香りも爽やかだけど、このお米のほんのりした甘い香りがして。飲み口はもう軽やかで、スーッと入ってきて、すごく軽快で爽やかなんですけど、余韻がしっかりとしたこの旨味を感じますね。ありがとうございます。特にそのまた長崎のお料理に合わせやすいように、香りもゆうさんおっしゃったように爽やかだけども、あまり主張しすぎない香りで、お料理を邪魔しないような味わいを目指して作りました。毎晩いただきます。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当に美味しさはもちろん、優しい気持ちになるのが紀の川のお酒だなと思いました。ありがとうございます。はい、今後はお酒作り、何か展望などはありますか？はい、やはり地元のですね、生産者さんたちと一緒に米作りをし、そして地下水にですね、こだわって、地元のお料理に合うよか酒を作り続けたいなというふうに思います。そしてこのモニターに映っている田んぼ、もう会社、蔵の目の前にあるんですよね。皆さんと、ね、手を合わせて、なかなかこのお酒を作っている蔵も目の前でお米から作っている蔵っていうのはないんじゃないかなというふうに思いました。はい、美味しそうでした ね。そんな、紀の川の特別純米酒、スタジオにもご用意しました。岸さん、ぜひ味わってください。ありがとうございます。はい、運動した後でね、ちょっと喉が渇いてます。体にしみるでしょうね。いただきます。これね、非常にね、香りがね、お米のね、すっきりした感じなんですよ。いただきます。よか酒ね、これはね。いい表情が戻っていますね。美味しさをお料理に合うっていうのがすごくわかります、ね。ちゃんとこうお米の旨味っていうのはあるけど、旨味とかまろやかさもあるけど、すっきりしてて、ね、主張しすぎない。そう、あれはこれはグビグビいける感じですか？だから毎日ね、お食事と一緒に飲むお酒としてもぴったりなんですよ。なるほど、それがいい水とね、いいお米のね、合わさった力なんですね。そう、もう全部お米も、そして作ってる人も地元にこだわる。だから地のね、お料理ともう食べたくなってきたでしょう。なんかお料理もこれ何がいいですかね。お刺身みたいじゃないですかね。魚のうまさが引き立ちそうですよ。はい、またどんなお料理に合うかなども、ギャラリーに行ったら瀬戸さんがね、教えてくれると思いますので、はい、ぜひもう飲んじゃいましたね。結構いけますね、これはね。それだけね、飲みやすさもありながら旨味もあって、本当、絶品。私も今晩いただきます。ぜひ皆さんにも飲んでいただきたい。こちらの紀の川の特別純米酒は Amazon 日本ストアから購入することができます。またピント地元応援団のホームページからもアクセスすることができますよ。Amazon 日本ストアでは他にも九州沖縄の名産品を紹介しています。日本各地の特産品、名産品を応援しています。ぜひチェックしてみてください。以上、ピント地元応援団のコーナーでした。